タトラカーマニラメトロレール3000系、電車3000型は、フィリピンの首都、マニラの通勤鉄道である、マニラメトロレール MRT-3000 で、運行する電車。製造メーカーである、KD タトラでの形式名は RT8D5M、もしくは、RT8M である。1999年に開通した MR、MRT-3000 へ向けて製造された電車。 製造を担当したチェコの KD タトラは、経済相互援助会議のもと、東側諸国へ向けて多数の路面電車車両を生産していたが、ソビエト連邦の崩壊をはじめとする東側諸国の民主化により、需要が激減しており、新たな市場を模索していた経緯を持つ。1992年の発注当初の製造量、数は84両を予定していたが、 MRT-3000 の運営組織が変更されたことにより1996年に改めて73両が発注された。また、それに先立つ1995年には試作車1両が製造されている。チェコやスロバキアを中心に導入された路面電車車両の k t 8 d 号をもとに設計が行われた3車体連接車で、 試作者は KT8D5 と同様の角張った車体を有していた一方、量産車は前面が丸みを帯びた形状へと変更されている。また試作者は編成の前後に運転台が存在する、両運転台として製造されたが、量産車は連結運転を前提としているため、運転台は片側のみに設置されている。連接部分は車体下部のサブフレームによって接続される。 上高扉は、車体両側に5カ所設置されており、中間車体の扉幅は1255ミ、mm、リメートルと、他の扉に比べて広い。また全ての扉が閉鎖しないと列車が発車しないよう、安全対策がなされている。チェコと比べ気温が高いマニラで運用するため、屋根上にはクーラーが、計算機設置され、故障時に備え側窓の上部には、 開閉可能なヒンジ部分が備わっている。編成内に4台設置されている台車は、すべて2機の直流分巻き電動機が設置されている動力台車で、イベット素子を用いた電気子直波制御装置によって制御される。制動装置は回線ブレーキ、ディスクブレーキ、非常用の電磁吸着ブレーキを搭載している。これらの機器を制御する運転室からの操作については、試作者が、 足踏みペダルを用いた一方、量産車はマスターコントローラが使用されている。安全装置として自動列車保護装置が装備されており、走行中の列車の情報が逐一収集されるほか、異常が発生した際に運転手を支援するデジタル診断システムも搭載されている。1995年に製造された試作車は0029という車両番号が与えられたが、 フィリピンへの輸出は行われず、運営事業者側からの要望により1998年11月3日に衝突試験に用いられた。同じく試験対象となったタトラティさんへ最高速度時速 40km で衝突させた。結果、タトラティさんは全壊した一方0029は完全には損傷せず、対荷重部品が安全基準を満たしていることが確認された。 その後車両は、プラハシデンの車庫で留置された後解体されている。車両の製造は1997年から1999年にかけて実施され、同年の開業へ備えた。最初の編成は飛行機を用いて空輸され、残りの車両は船を用いてマニラへ輸出された。導入に際しては、チェコ輸出入銀行による輸出信用の供与が行われた。 73両が導入され3両編成24本と予備車1両による運用が組まれたが、クーラーの搭載などマニラでの運用を前提とした設計ながらも基本的な構造は寒冷なチェコ向けの車両と同様であることや排気ガスなどを要因とした待機汚染がマニラで激しいことから、主電動機やクーラーのフィルターの目詰まりや回路の発熱が著しく二千十二年の時点で メンテナンス頻度が高い状態が続いていることが報告されていた。さらに、車両自体の老朽化や予備部品の不足に加え、適切な保守が実施されなかったことにより運用を離脱する車両が続出し、2018年の時点で営業運転へ導入可能な編成は最大でも15本に止まり、故障も頻発する状態になっていた。そのため二千十九年以降、 フィリピン運輸省から住友商事とともに MRT-3000 の改修及びメンテナンスプロジェクトの受注を獲得した三菱重工により線路や河川、信号、通信システムに加えて3000軽電車の改修工事が実施されており2022年7月までに完了する予定である。ありがとうございます。